はい、ゾメパートナーズの大森です。今回ですね、これね、ツルを今回は切りますね。ツル結構ね、伸びちゃいますんで、これね、強く切っちゃってもいいんじゃないかなとは思っております。まあ、切りすぎてもね、良くないと思うんですけれども、残しすぎてもあんまり良くないというようなところでですね、割とですね、ある程度の長さのところで、切ってあげるというのがね、いいんじゃないかなと思いますね。伸びすぎちゃうとね、結構ね、厄介な感じでね、他の木だったりとか、他のね、草とか植物とかね、そういうのがね、絡んでっちゃって取れなくなっちゃったよとかね、あと絡みすぎちゃってね、枯れちゃったよとか、そういうこともありますんでね、ぜひね、気をつけていただきたいなというところでですね、今回はやるというような感じになりますね。ちょっとね、すでにやってある姿がありますんで、これをね、見ていただいてこんな風にするんだよっていうところとですね、あとは切り方ですかね。まあ、切り方合ってないようなもんなんですけどね、まあ、幅の中に収めていればですね、基本的には大丈夫というような感じなんですけれども、まあ、一応ね、見ていただくというような感じになります。こちらがですね、切る前の状態ですね。まあ、結構ね、それなりに、まあ、あんまりね、伸びていないというような感じにも見えるんですけれども、これ以上ね、伸ばしちゃうと良くないよというところでですね、切り終わった後はですね、こんな感じになりますね。こっちのですね、左側の部分、これちょっとね、まだ切ってないんですけれども、大体ね、こういうような感じで、この土がね、残っている部分までぐらいを目安にして、そのぐらいまでのね、高さ感と横とね、このぐらいで切っていけばいいんじゃないかなというような感じですね。まあ、あんまりね、出すぎてもですね、やっぱり管理するのがですね、大変になっちゃいますんで、このくらいでも大丈夫というような感じになりますね。もうすでにちょっとお手入れしたんですけれども、枯れている部分のところはですね、必ず取ってあげるというふうになりますね。ですので、生きているところだけを残してあげて、ある程度の高さで、揃えていくと。で、なおかつ枯れているものに関しては取っちゃうというような感じになります。ちょっとね、一通りやってみます。ざっとね、こんな感じで切るんですけれども、まあ、今回ね、この木バサミで切ってますけれども、普通にね、刈り込みバサミで刈り込んでもね、結果は同じですんで、まあ、やりやすい方でね、やっていただければいいんじゃないかなと思いますね。まあ、出てるところね、こんな感じで切ってあげてですね、この部分ですね、枯れているのがありますんで、それをですね、こう丁寧に、こんな感じでね、取ってあげるというような感じになりますね。まあ、今回はちょっとね、短くしてくださいっていうような感じなんで、こういう要望がね、ですんで、このぐらい短くしてるんですけれども、まあ、好みによってね、もうちょっと長く保ちたいよということであればですね、もちろんもうちょっと長くても大丈夫です。今回はこのね、幅がこう、もう決まってますんでね、この中に入れるというようなところでやってますんで、このくらい切っているというところです。必ずですね、このぐらいの長さは切らなければいけないよというわけではなくてですね、今回はこのぐらいにしているというようなところですね。まあ、好みによって少し長くてもいいと思います。ただね、やっぱ長すぎるとね、かなり大変になりますんで、ある程度の長さ、ある程度の高さが私としてはいいんじゃないかなとは思っております。はい、こんな感じですね。ちょっとね。はい、こんな感じになります。はい、という感じでですね、途中までやったんですけれども、まあ途中までやっててですね、まあこの後の先にね、先の方もやっていくんですけれども、今回はね、撮影しているんで、ここまでとりあえずやったというような感じになりますね。まあ大体ね、ある程度のところで、揃えてあげた方がですね、綺麗にね、見えますし、中にね、ゴミがあってもですね、それ取れますんでね、できるだけね、枯れたものとかゴミとかはね、取ってあげた方がいいと思いますんで、このくらいの感じでね、保ってあげるという方がね、いいんじゃないかなと。思いますね。できるだけね、ある程度のところで保ってあげる方が私としてはいいんじゃないかなと思います。もちろんね、好みによってね、少し長くするのもいいと思いますし、まあ、もっとね、短い方がいいよっていうことであれば、もっと短くてもいいんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、ある程度の方がね、いいんじゃないかなと思います。ということでですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も綺麗になりましたね。